またこちらも、もう一台の方を外して、で、ここのところに、もうこのオイル通路か何かを加工を通すための穴をまず開けて、うん、加工場ね、開けなきゃいけないみたいなんですね。開けて、で、最後蓋してるみたいなですね。うん、なんだろう、ゴムっぽいもの、スポンジみたいな、ゴムみたいなで、その上から色塗ってるだけ、黒く塗ってるだけなんですよ。はい、で、ここをプチッと押したりすると、中に入ると思うんですけど、でここからオイルが漏る、ツーストオイルがね。はい、だ本来こ、多分これ、ここから入ってくるやつが、ここ、生、まあ、ツール取って、全体的にいろんなところに、オイルを入れてるんだと思うんですけど、で、ツーストオイルが垂れてきて、ここに溜まっちゃうね。で、こう降りてきて、このケースの、この内側にね、溜まるっていう、そう、そんなようなことになっちゃうんですよね。はい、で、これ、3箇所全部、もし持っちゃうと、焼きつくんじゃないですか。はい、ちゃんと行かなくなっちゃうね。はい、なんで、もう先に、リークストップシーラーみたいなのっていうやつを 3M のもう塗っちゃってます。はい、そうすればもうほら、まあ、盛らないようになるんじゃないか。あんま綺麗じゃないんですけど、まあ、見えないとこなんでね。はい、なんで、こんな風になってるのは、あそこでやっちゃったんだなっていう風になるかもしれないということです。はい、ちょっとね、こればっかりはね、もう、結局、そう、後から持ってきちゃうと、ね、大変でしょ、うん、まあ、大変というか、まあ、いずれにしてもね、直さなきゃいけなくなっちゃうん で結局、それが原因のトラブルとかの嫌だから、うん、で、私はここで揉めてしまいます、はい、そう、このロッドからはそういうことをするようにしてます。前のロットはね、あんまりここは触らないように、だからなんか大きそういうのが起きてからやる、あとここもね、そういうのが起きてから持ってからねっていうあれもあるんですけど、ただやっぱりこれ遠方とかに送っちゃって結局どうしようもないっていうね、うん、それ困るので、なんとかしてくれなんて言われても結局できないでしょ、うちでね。だから先にこうこれ多分ね、作り良くないんですね。作り良くない。言って大丈夫、そんなこと。多分するんです、はい、うん。やっぱりね、これはね、改良してないんですよ。多分分かってるでしょ、作ってる側も。うん、分かってると思うぞ、これ。明らかにこれは失敗。ね。失敗。ね、はい、だけど、そのままやっちゃってるじゃないですか。あれ怖いんだよ。なんで？俺なんか入らないんだ。合ってるよね。なんかずれてます？ずれてないよね。ずれてないよね。ちゃんとこれきれいにはまってるしね。ね、ちゃんと入らない理由がないです。あれ？なんで入るんだ？あ、なんか入らない。なんか変だな。でも何もないしな。入らない理由がないよ。なんで入らない。わからない。あれ。明かりがない。あれ。どこだ。ちゃんとハマってますよね。何がいけないんだ。なんでハマんないの。ここで合ってるね。合ってるね。あとはもうこれで普通に入ってる。なんで入らない。ゲホゲホゲホ。ね。でこれでパッと閉めて、まあ上の位置まで閉める。
ね、はい、よし。で、オイルポンプ、オイルポンプの部屋抜きをしましょう。ね、部屋抜き。で、これをね、刺してね。こんな感じで。また同じことです。同じこと、ね、同じことの繰り返しですけど、ね。こちらはね、大阪の方に、はい、ちょっとね、大阪、大丈夫ですか、大阪って、大丈夫ですか、大阪の方に、ちょっと、ね、お送りするんですよね。で、法人、ね、それぐらい言うとけば問題ないですね、はい。そちらに行くやつです。はい、で今ね、部屋抜きしてますんで、はい、で、まあ、ここが入ってるんで、ね、まあ、これここも全部シーリングしちゃってます。はい。ね、いろいろちょっともうね、もう後からもう嫌だねあって、うん、今回のやつからもうみんなやります。もでもそれでも盛るかもね。こっち分かんないね。盛らないと盛らないで欲しいけど、うん、盛らないのもあるんですよ。だから困るんですよ。っていうことがあるんだ。これもそうですよ。全然盛らないのもあれば、もう新車で入れた瞬間から盛るのもあるからね。いつも、なんだか持ってんだよっていうのがあるんですよね。まあ、これが、ね、我らが鈴木ですよ。ね、そんな、ちっちゃいことです。そんなね。そう、鈴木と川崎は大丈夫ね。それがあったらね。ホンダだったらさえ、まあ、ダメね、うん。ホンダだったらまずいですよ。本当にそんなことだったらね。ちょっともう少し待ちましょうよ。ね、そしたらですね、これもキャブをね、開けて、うん。あとリアアクスルもね、あとリアブレーキもそうか。ね、やらないと、うん。マニアックですね。あとここ、これも一応ね、ここのスイングアームのピボットのシャフトも、これは塗っときましょうよ。塗らなくてもいいんですけど、ね、言うとこないとね、誤解を招く。で、こう何でもそうなんですけど、自分でね、自分で触るっていうね、うん、それはね、まあいいあれなんですけど、ただ失敗したり壊したりした場合は高くつきますからね。ちゃんとご理解いただいて、どこをどう触ったらいいのかっていうのをちゃんとご理解いただいてやっていただければと思うわけですね。はい、そうしましたよね。うん、これこそちゃんとかかってますよね、大丈夫ね。あ、そうか、先に外すから後にしましょうね。うん、後です。あ、ポンプやる気したか。もうちょっとオイル入れとこうかな。寝かして、失敗だ。先にやっちゃダメだ。オイルタンク外すから寝かせちゃうからね。気持ちだってここにオイル噛むでしょ。こうやったらね、高いから上がってくると思うの無理かな。ね、まあいろいろあります、ね、だからあんまりね、深いことは考えずにちょっとね、ちょこちょこってやるだけですよ。これまだ配線しただけで何も触ってないです。さあ、そしたらいきますか。ね、製造からかなり経ってるから、そうそうはね、それで剥がれるなんてことはないと思いますけど。
綺麗に立ちますか。そしたらこれとこれ外してでこれ外して見ます。そうしますと、プラスだね。まずこの辺外しちゃいますね。いやー、ね、いやーっつって、ね、いやーってここ外す。おお。ミッションル変えてないよ。あっちも OK だなと思ったらミッションルやってないですね。ミッションル変えないから。そしたらば外しましたから、あとこれ外せばいいのかな、うんね、大丈夫ですね、はい。そしたらですね、ちょっとね、まあ、いろんな通常ですね。作り良くない、うん、配線がどうしても今半のツーストオイルですね。噛んで噛んでやめました、はい、とりあえず外しちゃってから入れるの変だけど、ね、ちょっとまず入れて、ある程度まで入れて、どれぐらいですかね、これぐらいだったら大丈夫かな。ちょっと、ね、満タンにするとさすがに持ってきちゃうと思う。キャップからね、で、とりあえず持ってどうかな、これぐらい入ってれば問題ない、問題ある、ちょっと問題あるか、もう少し入れます、ね、もう少し入れますか、これぐらい入ってるか、これぐらい大丈夫、どこ置いても大丈夫ね。
何が大丈夫なのって感じですよ。そうしたら今度エアクリナボックスを外すんですけどね。でこれを押し込みながらちょっとね、こっちには絶対当てられないから。で、そしたらこれちょっと下に置かせていただきまして、さあそしたらキャブレターを外しますかね。はい、よし、こうかね、そうですね。でこれをこまずこっちを抜いて、それからちょっとこのオイルポンプをね、こうなってね、外れました。はい、キャブレターです。TS18 です。ね、とりあえず、ね、あの数日間は大丈夫ですよ。皆さん安心してください。数日間分はありますからね。できればね、いやあと30度40度ありますよみたいなのだったらいいんですけど、それはないですね。あと数台ね、そうです、購入いただけた方ね、本当にありがたいね。でこれ難しいんですけど、今価格をね設定してる、って金額も設定されてると思うんですけど、あれが普通になっちゃうと怖いですよね。物もうあと残り本当に数台しかないと、全国にね。でそうすると過去お店でそういう金額が設定されちゃう、嫌ですね、怖いですね。うん、まあだからうち早く買った方がいい他のねお店、いろんなお店ありますけどね、はい、早めに手を打った方がいいかもしれないですね、考えてる方はね。はい、この間あったんですよ、問い合わせあって、でいくらいくらですって、まだありますかって言うから、うん、まあすぐはなくならないと思いますけど、ただやっぱりそんな10代20代あるわけじゃないんで、パッとあっという間なくなっちゃう場合もありますよって、ああちょっと検討しますって言ってましたけどね。ねえ、いいんですかね分かんないまあ検討した方がいいですよ。私もねあんまりねが硬いな。まずいな、開かないじゃないか。ん？来てますね。大丈夫ですね。はい。来てます。さあ、大変お待たせいたしました。来ましたね、皆さん。どうですか。そう、開けてやる、開けてやるぞ、どうなっているんだ、僕は TS185 のフロートチャンパーを開けたい。すいません、もう訳分かんなくなってますね。はい、そう、何やるんですか、分かんないですよね。じゃあ開けますよ。はい、失礼しますね。お、こんな感じになってますよ、分かりますか。お、これはね、もうね、だいぶ固まっちゃってるような気がする。奥の方が。わかります？見えないですよね。ちょっと暗くて見えない。ね。明かりを照らします。ほら。奥の方だいぶ固まってないですか？やばいですね。これ多分パーツ切るだけじゃ溶けないんじゃないかな。嬉しそう。なんかね、なんか嬉しそうなんで。おかしいな。別に嬉しくないんですよ。投げかわしいこと。クリーナーをね、かけて、はい、ね、やりましょう。お、落ちたわよかった。こ
これがクレの実力だぜ。何ももらってないですよ、大丈夫です、はい、私は魂を売らないですそんなことにね、いいですか使ってくださいって言ってね、いやいいですねって言わないです。ダメなものはダメだって言います、はい、多少忖度ができると思いますけどね。やっぱり親切にしていただける方にはね、親切にしないとね、やっぱりそれがね、okay、さてこっちも汚いからやろう。フロートが汚いね。黒ずんでるの。で、こう通路がね、こうありますけど、こうちっちゃいのがありますよね。こうちっちゃいのも重要なんですよね。はい。いや、実はこれが重要なんだっていうね。難しいこれ。この音がしないとダメ。エアで通してやった方がいいですよね。実はですね、そうしますね、はい、湯面が大丈夫、いろんなね、ありますけど、これを全部ちゃんときれいにばらしてね、やってるところもあるんじゃないですかね。そういうお店はね、いいと思いますよ、はい、ね、じゃあもう大体もうこんなもんで戻すんです、はい、バラさんやたらめったからね、よかったね。あんだけ固まってるとね、なんと不安になっちゃうんですよね。掃除した方がいいですか。何台ぐらいやってますかね。多分7、8台やっておりますよね、これね。それが一人ずつかさね、あんまりね、そう、嫌じゃないですか。ふざけんなよ、なんでそんなやってんだよと思われたら嫌だろうね。そう、だからいつもまあ多少っていうね。で、勘違いされてる方もいらっしゃって、日本で一番売ってるんじゃないですかとか、そんなことを言ってる方いらっしゃるんで、ないですからね。何ビークルさんじゃないですか。楽しいビークルさんとかだったら売ってると思うんですよ。多分100台以上売ってるんじゃないですか。もっと売ってるのか、1000台とか売ってるの。いや、それはないと思うな。全然売れてなかったからそんなことないと思うんですけど、でも100台以上やられてるんじゃないですかね。うちはその全然あるでしょ、お店なりですよ。だってアバラ屋だったんだからずっとアバラ屋だったんですよ。あそこでね、そんないっぱい売れるわけないんで ね、うん、そういうことでね、よろしいですね。少しずつ少しずつですよ、何でもそうですね。そう、千里の道も一歩からね。これね、これ鈴木さんにとっては別に全然ありがたくもなんともないと思うんですよ。これを、ね、日本で販売してもね、うん、だからそこなんですよね、問題ね。鈴木さんにとってメリットはないっていうねそんなことないのかな。そこまではね、いずれにしても鈴木さんの車両にもこれによってね、日本に置いた部品が売れたりするから、まあ、それも別に嬉しくはないのかな。
ちょっとこれね、ちょっとこれを通していきます。で、これが結局、毎回話を、硬いよ、なんだこれ、毎回ね、これなんですけど、ここのところがちょっと入らない。ノズルがね、ノズル、ジェットニードル、ジェットニードルが前向いちゃってるから入らない。びっくり。指で押さえながら向きをね。で。危険だから、もう話しながらやって危ないから、あれ適当じゃない、ぶつけてもいいよ、ね、多少ね、そういうことです。多少ぶつかっても問題ないように養生しとくね、本当ぶつかないで、ね、やりますけど、ね、万が一ってことがあってね、万が一じゃないよ、ね、もっと低いですよ、何百日か、何十日かの世界です。これも怖いんですよ、脱着するのがね。入れます。でこれちょっと向きを少しね、これねノズルの、あ、キャブのオーバーフロー用じゃなくてドレイン用のやつを、あっちどうなんですか、ちゃんと入れたか見なきゃ。でこっちをまずこう入れて、でここに合わせて、これ多少ね、私はね、どうというとなんですけど、鈴木さんも悪口は言えないですよ。さんざんこれでね、鈴木の販売店やるわけじゃないからね、関係ないからね、いい、よかった。鈴木の販売店やってたらなんだって、ね、なんか言っちゃいそうだもん、ドンゴンゴンつって、怖いな。はい、そうしましたら、ネジを締めてね、終了なんですけどね、やっぱりお金が絡んでると、まあこれメーカー、それが入ってもメーカーだろうが、やっぱお金のことはね、ちょっと待てよってことになりますからね。何の話なんだろうな、怖いな、もうちょい寝かした方がいいかな。これぐらいかな。センターじゃない、もう止めてないよ、止めましょう。止まりました、ね。はい、そしたらこれをここに戻してね、外した方がいいですね。微妙なんですけどね。で、よいしょ。今日ね、オイル交換でね、TS 前に買ってくれた、あれな、大丈夫ですか？大丈夫ですね。お兄さんがね、はい、そう
まだ若い、まだ20代ですかね。20代、30代になってない、わかんない。若いお兄さんが、そう、買っていただいたんですよ。うん、で、ね、今の若者にしてはね、まあ若者だよね、今の若者にしてはね、変わってるんですよ。車を持ってる。そう、マニュアルの車なの。変わってますよね。あんまり言うとね、あれだ。車好きだっていいよね。車買ったバイク好きだって言うんです。初めてのバイクだったんですよ、これ。それなんか普通のは別に新しい、今最近のは別に乗りたいと思わない。かといってね、やっぱ駐車場大変だからね。で、あの白羽の矢が立ったじゃないですか。ね、これは旧車だけど新車だってみたいな、わけわかんない。作りは旧車だけど車両としては新しいみたいなね。でやっぱね、お店を選ぶっていうね、一応そういう趣旨のあれあるみたいで、はい、そうで、まだうちが隣でやってる時にね、来てね、で、そう、しばらくうちに、なんか、でね、じーっとこっちを見るんですよ。観察されてるって嫌ですよ。それはどうでもいいんですけど、なかなかね、うん、あの高性能なんですけど、でなんか職場でもね、あの上司が乗ってるって言ってましたこれにね、そう、うん、で、まあ、それは、まあ、もちろんいいんですけど、楽しいビークルさんで買ったそうですよ、上司はね、いいですね、こっちの方まで売ってるんだ、やっぱり来てる。楽しいビークルさんね。広範囲ですね。え？そういう、うちでも、あの、そっちの方のお客さんいるだろうって。そうだ。面白いですね。なんでですかね。近くで買わないっていうね。お互い。まあ、それはいいんですけど。いろんなことありますよ。いいですよね。会社で乗ってる人が2人。いいですよね。仲も増やさないとね。ね。あの頃まだね、そんな高くなかったんじゃないですか。今中古でもそれより高いからね。なんか今中古でも買った金額より高いですよねみたいな話になってね。ああ、そうなんだ。ただないでしょって言ってね、要は。そういう話なんですよ。ないんだよね、中古がね。歌も売ってないから、どうしてもあると高かったりするんですよ。ただ、もう走ってないですからね、はい。綺麗ですよ、やっぱり。うん、ツーストだし、あんまり走っちゃってて、あんまり汚いとね、ちょっとそれ厳しいと思うんですけど、そう。サビサビのやつですもんね。うん、どうですか？巻くでもいいんですけど、私は後ろに巻くね。これ私のこだわりです。自分はこれは後ろに巻きます。トロちゃんと同じやり方です。これをね、しかもこれで止めるっていうのもトロちゃんと同じです。トロちゃんもこうやって止まってます。これ昔から多分、ね、昔を知ってる方ってね、いわゆる、ね、昭和時代にバイク店の役でね、ずっとやってた。で、あ、まあ、これはこうだよって知ってる方いらっしゃるんじゃないですかね。え、あ、本来はこっちだよって。でもいただくのね、なんて言うかどうかは分かりませんが、はい、ね、完成のまとめね、いいじゃないですか。
ルボンドになってるからね。ね、はい、そうですね、うん、いいじゃないですか、ね、無理やりこっちに持ってきてるけど、うん、大丈夫ですね、これやったでしょ、パッチッ、ね、はい、明日中にはできますね、こんな感じでやってればね、はい、さあ、そしたら今回はここまででございます、ね、チーズついてくるようですね、はい、こんな感じですね、随時やらせていただいてますね、はい、で、ラストはもう限りがございますね、うちもそんなにはね、いっぱい持ってません、ないですか、さすがに、ですので、欲しいという方はね、お早めにお声掛けいただけると幸いでございます、はい、価格は、BBB もしくはうちのサイトに載せてございます、はい、ですので、金額でよろしければね、それでも、まあ、高いとか安いとか言ってもしょうがないんですけど、何々ビークルさんが出してた何ヶ月前に出してた金額よりは安いかなと思いますけど、どうですか、ダメですか、ね、今中古で、40何キロのね、ナイカホンさんが出してるやつよりもうちは新車だけで安いですけど、どうですか、ダメダメ、やっぱり、いやいや俺はナイカホンさんで買いたいっていうね、そういう方がね、いらっしゃってますからね、そのあたりは、はい、そちらでご相談いただいてご購入いただければということで、少しずつやらせていただいてますんでね、ご注文いただいているお客様は楽しみにちょっとお待ちいただいて、もう少しね、まあ年内は余裕で大丈夫だと思いますんで、はい、随時やらせていただきます。